ンス運動、足踏み、バレエの中ではバランスという動きがありますが、今日はパラレルの状態で行っていきます。骨盤が揺れないように手を置いて、ここから足踏みをするようにダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン。この動きを少し速くしてみます。1回、2回、足踏みをするように動いていきます。では今日の筋トレです。今日は筋トレというよりも少しストレッチを行っていきたいと思います。フロアに寝ていただいて、背中はしっかりつけておいてください。ここから床から垂直に上げられる方は、このまま足首は折った状態で膝を伸ばしてあげます。難しいようでしたら膝を曲げていただいて、このまま行っていきます。ちょっと分かりやすいように向きを変えます。では私は伸ばして一度やってみます。内側から手を添えて、息を吐きながらお腹が平らなまま、背中もついたままで少しずつ広げていきます。無理のないところまで開いたら、このアームスは外に抵抗するように使っていただいて、足をこのアームスに抵抗するようにぐーっと戻していきます。この時に腹筋もなるべくしっかり平らなままで動かしていきます。もう一度ここから横にゆっくり開いていきます。開く時は内側を伸ばしていきます。戻る時はこのアームスが負荷になるように、アームスに抵抗しながら戻していきます。お腹は平らに、息は止めないようにしながら動かしていきます。膝は曲げていただいても、このまま同じように動かしていきます。開きすぎて内側を痛めないようにコントロールをしながら開いて、戻ってくるときに少し内側腹筋意識するようにして戻していきます。なかなか普段使うことのないこの内側の筋肉を少し意識して使ってみてください。ありがとうございました。